はい、皆さん、ハロハルー。二次三次所属バーチャルライバーのカイダハルでーす。どうもこんばんは。追っかける系なんかな？なんか、テケテケじゃなくて、あ、なんだっけ？なんかめちゃくちゃさ、追っかける系だったじゃん。ちょっと追っかける系は嫌ですね。あ、終焉介護か。うわ、待て。感度がバカみたいに高いです。ヘッドボブってなんだ？髪型のこと？ヘッドボブを大きくすると、髪の毛がでかくなるのか？最大にするとアフロになる。え、マジで、何？え？マジでそうなの？このアパートが今回の最後の届き先だ。5つの段ボールを届ければ今日は終わることができる。ご説明ありがとうございます。あ、えな、待って、これ、こういうタイプのマンションさ、ろくなことなくないか。いや、それは偏見か。階段が白すぎて発光しているように見える。そんなことある？この形のマンションなんかさ、こっち側にいたらさ、この向かい側からさ、見つけたみたいになってドルルルって走ってくるタイプだよね。よう喋るの、階段。101から106、506。なるほど。5525件。掛け算ができます。え、ちょっと待って、荷物持たなくていいのそれ待って、あ、配達物 E、 配達物 D、 C、 A、 まあ、A から行こうや。ノックする、インターフォン、コタクだな。いや、まあ、まずピンポンでしょ。すいません、アマゾンです。え、何？え、何？びっくりマークが1個増えるの。え、これあるぞ。あれ、あー、びっくりした。酔っ払ってる？てんてんてん。はぁ、来るの遅っ。トロイナ、あいつと同じかよ、こいつ。お前、そのネクタイをさらに締めてやってもいいんだぞ。二度とその顔を俺にさらすな。それ拾っとけよ。どれだよ。うわぁ、あぶねえ。肩強っ。やばあいつ。あぶねえ、命を落とすところだったぜ。これ溶接してやろうかな。ドア。ドア溶接しようぜ。あいつ許せねえよ。なあ、許せるかみんな。俺は許せねえよ。拾っとけよだと？拾ってやるよ。ペットボトルのゴミどこ？いや、待て、こいつが、役に立つかもしれない。こいつを組み合わせて、ペットボトル爆弾にして、敵と戦うことがあるかもしれない。こいつは持っておこう。この猫ちゃん何なんだろう。猫缶でも拾ってきてあげるか。502だっけ？すんません！おぉ、びっくりした！あの、あ、猫、猫好きなんですか？あ、そうだ、これ。はい。404号室の人にもらったんだけど、毒とか入ってたら怖いし、このアパートペット禁止なのに、猫飼ってることバレたらどうすんのって話よね。ほんと迷惑。ええ、すげえ。まともな奴がいねえ。猫ちゃーん。あ、おいちんね。明らかに缶開いてなくないか、お前。開けてやれ。お、なんか入ってる。安平元気してる。あ、違うな。別におばあちゃんとは限らない。新しいアパートはどう？前のアパートでは住民の人たちと会わなくて引っ越すことになっちゃったけど、今回は大丈夫そう？前は障害のことや生活保護のことでバカにしてくるような人がいたんだっけね。前も何度も言ったけど、え、前のことはあちらさんが行けなかったんだよ。安平は、あ、こ、怖いか。やめろ、武将になっちゃった急に。藤原の安平になっちゃった。安平は何も悪くないから自分を責めてはいけないよ。仕事も決まらなくても焦っちゃダメだよ。公平はお母さんの自慢の息子だから大丈夫。前のアパートでは辛いことばかりだったかもしれないけど、くじけずにもう一度頑張ってみて。お母さん応援してるからね。めっちゃいいお母さんじゃん。藤原の清子、マジでいいやつだな。このヤバいやつらが住んでいるこの、いるんだけど、なんか大丈夫か、あいつ不審なんだけど。何を見てるんだろう。え、あいつやばくないか。え、あいつさっき届けたやつだよな。あ、でも202っぽかったよな。なんだあいつ。305、ここだ。あれ、あ、開いた。え、すいません、すいません、いやー、招かれてる。失礼します。まずはクリアリングから。あれ？え、閉まった。今行きまーす。え、なんかやばくない？え、なんかやばくないか？あー、びっくりした！お前なんだよ、マジで。歪み切っとる。写真に修正をかけすぎて、歪んでいるぞ、空間が。
何してるの？その荷物、分かってるでしょ？ベッドフレームよ。組み立て終わるまでが仕事でしょ？ここに？やばこいつ。マジ？信じらんないんだけど。組み立てますか？しょうがないな。マットレスないけど大丈夫？開くの？いや待って、逆に考えよ。トイレに隠れられるという。あ、出られなくなった。いかん、封印された。ちょっと待って、は？いやちょっと待って、一回終了して、これ再起動したらいけるという、そういう話はないですか？え、初めからセーブない？おー、マジかよ。嘘だろ、ざけんな。トイレエンド、トイレエンドなの今の。絶対にトイレエンドではない。で、これはどこの荷物ですか？202号室宛て。え、ここさ、さっき怪しいおじさんがここ見てたとこだ。大丈夫かな？インターホンにしよう。うわぁ、何？え、脱走したぞ。あ、じゃねえよ。息子が行っちゃったわ。あなたが急に来たからよ。あなたのせいだわ。息子は連れてきて早く。やばこ、何お前、どこ、どこに逃げた、あいつ。ベイビー、ベイビー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 。5階か？果たしてあのベイビーに5階まで行くだけの知能があるのか。いないぞ。上から見よ。開いてんだよな。え、え、何これ、これ何、冷蔵庫、墨汁？何これ？なんか向こうの部屋から湧いて出てないか、それ。出られねえ。やばい。どうしよう。溶接されたな。こんなところで。やべえ。知識を与えたばっかりに誰かに溶接されました。トイレ入んのが一番怖い。やっといたわ。顔が笑ってないぞ、お前。いや、雑、持ち方が。アイテムみたいに持つな。何階だっけ？ 3 階か。え、一生開かないんだけど。メリコンドル。え、なに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 、え、赤ちゃん、え、なに、はっはっはっは。うわ、やべえ、地下に、地下送りにされる。え、やばすぎー。一個だけ持てないぞ。やばい、ペットボトルを持ったことによって一つだけ持てなくなってる。これ、え、待て待て、状況がつかめないんだけど。エレベーターは一応開くんだ。マジ ?202 これだ。え、日記、赤ちゃんが歩いていた。とても可愛い。僕は子供は好きだ。あれは202号室のマリコさんのとこの子供だ。マリコさんがこちらに気づくと同時に子供を抱っこして連れて行ってしまった。悪いものが映るわって。僕はバイキンか何かなの？ちょっとなんか不穏だな。安平か、安平の日記なのか。安平の日記は本格的に平安時代だぞ。ネカマやっとるかもしれん。つれずれ草かな。藤原の成平だっけ。土佐日記か、紀貫之か。もうぐちゃぐちゃなんだけど。お前本当に国語の免許持ってるんか。ん、これだ。夜、206号室の竹尾さんが段ボールを運んでいた。手伝いましょうかって言ったんだけど、トロい、お前が何を手伝うんだよ。手伝う暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ。社会のお荷物があって、僕周りからこんな風に思われてるのかな。家平っぽくないか。家平じゃないわ、なんだっけ、成平じゃなくて、あ、や、安平か。このペットボトルが何かの役に立つのかなと思っているんだけど。いや、やばくないか、それに乗るのは。ちょっと戦闘準備、戦闘態勢用意。まずはお茶を飲む。これででっかい声を出しても大丈夫。最悪これをぶつけよう。非常です。今5階行けない。4階、3階、2階、1階、閉じるのか。ああ、マジでびっくりした。何、あ、びっくりした。現実に戻ってきた。やべえ、鳥肌立ったんだけど。もうなんだよ、夢かよ。